どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプ最新話1130話のネタバレがありますので、まだ生まれてない方はお気をつけください。昨日ですね、全体の考察感想や初見のリアクションはこの動画で撮ってますので、よかったらそっちも見てってください。はい、今日話すこととしましては、1130話、いろんな情報出ましたね。めちゃめちゃ情報やばかったですね。昨日ちょっと気づけてない部分ですね、今日いろいろ話していければと思います。新聞のルフィの左腕のバツ印とか、ロキとか、ロキが食べた悪魔の実とか、いろいろやばいですね。ぜひ最後まで見ていってください。はい、このチャンネルでは毎週ワンピース最新話の感想動画上げてます。ぜひよかったらチャンネル登録して一緒に楽しんでいければ嬉しいです。お願いします。ほんじゃ行きましょう。さあ、まず最初はやはり左腕のバツ印ですね。これについて話せればと思います。ちょっとね、一日経ってみて、やっぱ改めて考えたんですけど、やはりこれはビビ関連の何かっぽいですよね。今回ルフィの左腕、世間が発行した新聞の写真がですね、なぜかバツ印がこう書かれていましたよと。でもこの左腕のバツ印はね、もうワンピファンからしたらもう知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい有名なアラバスタのあの名シーンですよね。左腕を掲げて、仲間の印がここにあってね、最後ビビと別れたあの名シーンですよね。で、なぜかそれがエッグヘッドのルフィの左腕に現れていたよと。で、ロビンちゃんがね、すごい気にしてますよね。ね、ルフィって自由の姿になったら腕にこんなマークが出るの？不自然なのよね。手はブレてるのに。マークはくっきり。これがね、最初僕読んだ時は、なんかエメト関連だったらやばいなみたいなこともね、ちょっと思ったんですよ。エメトがやたらとね、バツ印書いてあったし、で、ジョイボーイの覇気がね、あそこを発動したし、で、ジョイボーイとね、エメトは仲間だったってこともね、明らかになったしと。で、もしかしたらね、実はこのバツ印が出現していて、写真でたまたま写ったのかなっていうところも考えたんですけど、いろいろね、こう読んでってみると、やっぱね、ブレてるのにバツだけブレてないっていうところがやっぱポイントですよね。なので、世間の誰かがこう写真を撮ったものに、その現像された写真に誰かがこうバツ印書き加えたってことですもんね。手がこうブレてるのにバツだけブレてないってことは写真の上から書いてるってことですから。まあ、もうこれはもうビビ関連で、なんならもうこれビビが多分麦わらの一味、あるいはカルーに向けてこうメッセージを残したっぽいですよね。で、確かにビビはこの60巻ですね、ルフィが最初に新聞で仲間に 3D2Y のあのメッセージを残した時あったじゃないですか。タトゥーをこう書いてね。で、その新聞を見てね、ビビっていうのはリアクション撮ってたわけですよね、当時。おしゃれ？違うわよね、ルフィさんだもんとね、写真が載ってる新聞を見ながらこうビビが言ってたわけですよね、カルーと一緒に。で、おそらくこの後ビビっていうのはこの新聞が一部に対するメッセージだったんだってことを多分知ったんだろうね。気づいたんだろうね、どこかでね。だからちょっと自分もルフィさん見習って、新聞で分かる人にだけ分かるメッセージを送ってみようってことで、きっとビビは写真にこう加工して、世間にこう新聞がばらまかれることによって、何らかのメッセージを送ろうとしてるって状況ですよね。で、これが今無事なのかどうかですよね。直近まではね、やっぱメガパンクの放送を聞いて、で、エッグヘッドのね、事件を受けて、モルガンズがね、このルフィがやったってことにして、みたいな新聞を書こうとしてた時に、まあ、ビブとね、喧嘩してたわけですよ、モルガンズが。で、直近のね、記憶だと一応無事ではあるんですけど、今回ね、この一番新しい最新の新聞で、ビビからね、アクションを起こしてるっぽいですよね、これね。だからこれがもう世間が襲われそうになってしまっていて、この状況なのか、はたまた今の状況をただ伝えるために、この行動を起こしたのかってところがね、ポイントですよね。まだもちろんね、ビビで確定ではないんですけど、ほぼほぼね、そんな感じがするという状況なので、ちょっとね、考えていければなんですけど、これがだから一味に向けてなのかどうかですよね。一味の中でも、ルフィからチョッパーまで仲間になった順番で、まあ、チョッパーまではこの仲間の印は意味が分かってるわけですよね。で、ロビンが一応ね、見覚えがある気がしてと言ってるわけですよ。で、今回ね、ロビンもそう言ってるんですが、ロビンはね、あの名刺の時には船室にいましたから、で、一味が落ち着いたところにね、ガラッと出てきて、私は仲間に入れてと言ったわけですからね。一応、ロビンもあの現場で見てる可能性があるのと、あと、あの、一回目クロコダイルに負けた後ですよね。一回目、ルフィとクロコダイル戦った時に、砂に埋められちゃって、ルフィが。で、そこを助けたのがロビンでしたもんね。当時、オールサンデーでしたけど。その時にね、多分あの、ペルーにね、こう、引き渡してるとは思うんですけど、ワンチャンね、その、ほどけた包帯を見てる可能性ありますもんね。なので、ロビンに関して確かにあの、バツ印をちょっとね、見るタイミングもあったりと、してるわけですよね。で、ただ一応このバツ印知ってるのは、まあ、チョッパーまでと、あと、カルーなんですよね。そうなんですよ。カルーも知ってるわけなんで、もちろんね、ルフィたちに対するこのサインっていうのもあると思うんですけど、なんか一番はカルーに対するものである可能性もあるのかなって思いますよね。今ね、ルフィたちにすぐさま助けてっていう感じでは動かなそうですもんね。もちろんね、ルフィたちに助けてもらいたいだろうけど、本当のピンチじゃない限り、ビビはね、一応強い女ですから。ね、ゾロも言ってるように。なんか今の状況だったらビビはいきなりムキャラの一部に助けを求めるってことはなんかなさそうだな気がするんですよね。
本当にピンチになった時とか、もちろん今も現状ピンチなんだけど、まだね、一応かくまってもらってる安全って状況で、ここまでのことはしないんじゃないかな。ルフィたちに心配をかけるようなことは、ね、あんだけね、強がりで、自分が全部背負ってたね、強いビビが、いきなり今の段階でルフィたちに助けを求めるとは考えづらいんで、もし本当にルフィたちに助けを求めるのであれば、もう今のビビの居場所が分かっちゃって、でね、イムもね、ビビが欲しいって言ってましたもんね。だからもう世界政府としてはビビを狙ってくるわけなんで、もう現にその世界政府の魔の手がビビに近づきつつあるのであれば、ルフィたちに対してこういったサインを送りそうですけどね。今のちょっとまだね、無事である状況だと、そうまではしなそうなんで、メインとしてはまあカルーに伝えたいのかなっていうのがちょっと今のところの印象ですね。で、カルーにね、伝われば、アラバスタにも結果伝わることになりますしね。一応無事だよと。まあ、カルーは喋れないけど、じゃ、クエクエクエってね、アクションは取れるから、クエクエ、新聞、クエクエクエ、クエ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 、クエ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 ってやれば、カルー頑張ってくれれば、まあ、一応ね、アラバスタにいるチャカペル、イガラムあたりにはね、一応無事は知らせられそうではありますよね。で、そしたらね、アラバスタ側もアクションを起こしやすいですし、ビビが無事にね、まあアラバスタに帰れればって感じですけど、まあでも、アラバスタに帰るは帰るで、そっちの方が危険そうっすよね。ビビは石英にかくまってもらってた方が、あそこね、もう移動できるから、いろんな場所をね、こう、空飛んで。だから、例えばイムの魔の手が、これ届きづらいっすよね、やっぱ石英が一番ね。あれ、アラバスタに帰っちゃって、アラバスタにいるぞってなったら、やっぱ世界政府から追っ手がこう来やすいし、アラバスタからも脱出できないしね、そうなると。世系のままあそこに行ってくれればね、世系のままアラバスタ寄ってくれれば、別にね、来てもこう、空逃げれるから。だからその辺が心配ですよね。これ仮にカルーに届いて、アラバスタに届いて、で、逆にアラバスタに帰ってしまう方が、帰って、ビビの安否としては、ちょっと不穏な空気が漂うのかなって感じですよね。なので、ちょっとここは待ちですね。あえてね、今回この、ルフィたちは気づけない状況ですから、これって。ロビンより後に仲間になったメンバーだけが新聞を見ているっていう状況がまたポイントじゃないですか。ルフィからチョッパーまでがね、見ていたら、これビビのピンチかもしれないって気づくわけですから、そっちがどうなるかですよね。で、一番まあ最悪パターンはもうビビがもう世界政府に捕らえられそうになってるパターンですよね。もう世界が実は襲われてて、直前でこう出して、なんとか今のこの状況をルフィさんたちに、みたいな。一番ピンチパターンが怖い、本当に。そうなると、しばらくね、ルフィたちは新聞これ見れないわけですから、エルバ編が終わった後、このね、真相が明らかになりそうですからね。あれこれってもしかしてみたいなね、ルフィたちが気づいて、ナミさんが気づいてとか。いや、そうなるとこれビビ、やばくないですか。いや、ちょっとまだ待ちですね。まだ待ちですけど、ちょっとビビが怖すぎるね、この流れね。もうイムに狙われている。で、からのこの×印のサインですから。ちょっと一旦考えないようにしよう。一旦エルバ踏みよう。ね。ビビは大丈夫。ビビのことは信じよう。うん、ビビを信じよう。ちょっと待ちですね。で、次ですよ。次ちょっとロキの話もね、したいんですけど、その前に、ハイルディンの話ですね。ハイルディンのね、新しい情報が出ましたから、それについてですけど、うちじゃハイルディンって若いのがおめえらの子分になったそうだな。あれも一応王の子だ。乱暴なクソガキだったから。こう言ってますね。ハイルディンも一応王の子だと、いうことが判明したわけですね。いや、これがめっちゃ意外でしたよね。まさかの王族の血が流れてるっていう。で、後々ね、出てきたのが正式な王子がロキだと言われてるわけなんですけど、まあ、これがどういうことかってことですよね。まあ、おそらくこの感じで見ると、王、父、ハラルドの子ではあるんだけど、おそらくロキとはお母さんが違うっていう印象ですかね。なので、まあ、妾の子というか、王室とはまた別の生まれであるってことですよね。なんかちょっとハイルディンのこの生い立ちも気になる部分ありますよね。自身がそういうね、生い立ちだからこそ、俺が巨人族の王になるっていうね、志だったかもしれないですよね。ロキがもしかしたら生まれなかったら、ハイルディンだった可能性もあるわけじゃないですか。まだね、ちょっと設定がね、なんとも言えないんでわかんないんですけど。だから正規のね、ルートだと、王子としては扱われないわけで、実力を示して王になろうと。ハイルディンなりのこの筋の通し方かもしれないですよね。まあ確かになんかエルバフってやっぱこの戦士の国ですから、なんかやっぱ強ければ強いほど、その存在は認められそうですもんね。もちろんこの文化とか風習はね、まだまだわかんない部分あるんですけど、やっぱり戦いに生きて戦いに死ぬのがね、エルバフの戦士としての誇りとね、ドリブロギも当時言ってたりもするので、なのでハイルディンなりのこの成り上がり方みたいな、そういったところにもこう関わってきそうですよね。ちょっと出自が気になりますね、こうなると。この、王、父ハラルドもね、どういった人物がそうなると気になるし。ただでもなんかね、この、自分のね、要は王妃とは別で子供ができてるっていうところを捉えると、なんだかこのハラルドをね、このロキが殺してしまったっていうところももしかしたら何か、このハイルディン絡みの、要はハイルディン側のこの家系のね、話とかも絡んでくるかもしれないし、実はこのハラルドが超悪いやつかもしれないしね。
今ねロキがちょっとヤバそうですけど、このエルバフのお国柄をねこう紐解くにあたって、このハイルディンの羊も実は絡んできそうですよね。では次行きましょう。もうほんと気になるよ、ここ何なん。まずロキが食べた悪魔の実の話しましょうよ。いやこれが気になってしょうがないですよね。エルバフの王家に伝わる伝説の悪魔の実が欲しくて、王である父ハラルドを殺し、その実を食いやがった。これがロキの情報って出ましたね。このロキが食べた伝説の悪魔の実、その存在が気になりますよ。これどんな実だと思います皆さん。やっぱ僕はね、やっぱ最初に浮かんだのは、まず、やっぱ人々の実現住所モデルニカですよね。エルバフには太陽の神ニカが信仰されていて、で、その姿までもね、伝承されていると。で、かつ、その体がゴムのように伸縮しと、体が伸縮するっていう情報までね、伝わってるわけですよね。なのでそこまでね、その太陽の神、ニカのその解像度が高い状態で、人々の中でこう伝わってるわけですよね、エルバフには。で、今回ロキも、俺は世界を終わらせる太陽の神、ロキと、自身のことを太陽の神って言ったりしてるわけですよ。なのでね、もちろんルフィがそのニカの実を食べてるんで、ニカとは違う能力だとは思うんですけど、そのニカに関連してる何かの能力、例えば人々の実現住所モデルなんちゃらみたいな感じで、ちょっと似たね、実は人々の実があってとか、で、それがエルバフに伝承されていて、それを伝説の悪魔の実として扱われていて、で、それをロキが食べたっていうパターンも全然ありえますもんね。こんだけやっぱニカ絡みがね、重要そうな国ですから、ニカ関連の何か近しい能力なのかなっていうのがまず第一印象でありますよね。で、あと他の候補ちょっと考えるにあたって、まずですね、多分ロギアはなさそうかなって思うんですよね。というのも、ドレスローザですよ、ドレスローザ。ドレスローザのコロシアムにいて、ハイルディンが言ってたセルですね。ここがやっぱね、気になった。ハイルディンはね、まあメラメラの実を食べるために、このね、コロシアムに単身乗り込んできたわけじゃないですか。で、そのコロシアムでね、景品だったのがメラメラの実で、で、ハイルディンがこう言ってるんですよ。ロギアを送った巨人を見たことあるか？メラメラの実で俺がなるのさ。ハイルディーンと、こう言ってるわけですよね。で、その後ね、俺は全巨人族の王になる、ドカーンと。戦ってたわけですよね。なので、ハイルディンのこのセリフから読み解くと、直近でロギアを食べた巨人族っていうのは多分いなそうですよね。まあもちろんね、これはあくまでこのコロシアムのセリフで、その戦いの現場において食べたことあるやつ見たことあるかお前って言ってるだけかもしれないですけどね。実はロキがね、ロキが食べてて、それはまた置いといて、一旦お前ロキが食べた巨人族見たことあるかいってただのセリフかもしれないですけど。一旦このハイルディンのセリフからすると、まあロギアではないのかなっていうね、印象を受けますよね。で、ただね、メラメラの実ってめっちゃぽいとは思うんですよ。メラメラってもう太陽じゃないですか。めちゃめちゃもう火だし、太陽っぽい能力じゃないですか。だからこの太陽の神の能力としてメラメラの実が祀られてるみたいなだったらめっちゃ納得いきますもんね。まあ、ただ現にね、メラメラの実はドレスローザにあったし、もう今サボが食べてますから、メラメラの実ではないんですけどね。ただハイルディンがわざわざメラメラの実を狙ってドレスローザに行っていたってところを捉えると、やっぱりなんかその太陽っぽいというか、そういった能力である可能性は非常に高いですよね。ロキが伝説の悪魔の実食べちゃったから、じゃあ俺はまた別の太陽っぽい能力食べよう。だからドレスローザ行こう。うおーみたいな。そういったね、ハイルディンの中での戦いがあるんだとしたら、この伝説の悪魔の実が炎系の能力である可能性もありますよね。それこそ人々の実現住所モデル、なんか炎関連の神とかね。なんかそういうパターンもありそうですよね。太陽の神ってね、言ったらルフィのニカってさ、全然太陽ではないじゃないですか。本来のね。燃えているあの惑星の太陽とはまた別の太陽ですから、人々を笑顔にさせるっていう、明るくさせるよっていう意味の太陽ですもんね。だから本当に炎っぽい、太陽っぽい能力が宿っている伝説の悪魔の実があるんだとしたら、そういった能力である可能性はありますよね。まだもちろんね、本編でワードとかも出てないんで、あとその、神の名前とかちょっと僕は全然詳しくないんで、もしね、そういった神の名前があればね、教えていただきたいんですけど。だからまず考えられるのはなんかその二つというか、ニカっぽい能力か、あるいはメラメラっぽい、本当の太陽っぽい能力か、みたいなところはね、なんとなく想像できるのかなと思いますね。で、あとはもう本当に全く別ですよね。関係ない。エルバフに伝わるニカとはまた別の神様みたいな能力ですよね。それこそあの和の国にあったあの珍しい実っていうのが犬の実現樹脂モデル大口のマカミだったわけじゃないですか。ヤマトが食べた能力ですよね。ヤマトの能力もあれも守り神として重要なね役割を担っていそうだった悪魔の実ですし、大口のマカミっていうのが現にね、日本の神様の名前でしたから、まあ、和の国に伝わっている悪魔の実と。それも納得できますもんね。なのでそんな感じでね、ヤマトの能力みたいに、ある国特有で宿っている悪魔の実が毎回こう転生するみたいなのありえそうですもんね。で、ましてはね、もしこの伝説の悪魔の実っていうのがゾーン系なんだとしたら、やっぱエルバフを選んでこう転生している可能性はめちゃめちゃ高いですもんね。だからやっぱゾーンなんじゃないかなー。で、まあ幻獣種なんじゃないかなーっていう。なので例えばですけど、北欧神話に出てくる神の名前を持つ能力とかね。
なんかやっぱその土地を選んで転生してるっぽいっすもんね。大体こういう重要な悪魔の実って。なのでね、まだまだちょっと具体的にね、何々の実っていうのはまだもちろん出てこないんですけど、今言った感じの範囲の中になんのかなみたいな印象ですよね。ではちょっとロキについて話しましょうか。いや、ロキなんなんマジで。もうちょっとワクワクしますよね。いやー、こんだけもうほんと最終章になってさ、まだまだこんなワクワクするヤバそうなキャラ出てくんのかいっていう。ワンピースどんだけ面白いのっていうね。でもそもそもロキってやっぱあのシルエットの印象だったじゃないですか。一コマだけ出てきたあのシルエットですよ。全然違うイメージ全然違いますよね。あんだけなんかね、ちょっと、なんつうんだ、ちょっとおっとりしてそうっていうかね。なんかちょっとさ、俺、お前と結婚するみたいなことを言いそうなさ、完全に偏見ですけど、イメージがあったんですよね。やっぱあのシルエットから。真逆や。こんなやばいやつだったの。しかもエルバフで一番強そう。エルバフの巨人の戦士たちが総出でやっと取り寄せられるレベルですから、相当強いですよね。全然違うじゃん、イメージ。ねえ、ちょっとまあ見た目とか見ていくと、なんだかやっぱこうすごいっすよね。タトゥーがすごいあったりとか。で、なんかまあね、ベルトっぽいものして、で、海賊旗かな？これ、ドクロに王冠をしてる。みたいなものね、あしらいつつ。で、上はこう帽子かぶってるわけですよね。で、ロキっぽいですよね。これ例えばですけど、アベンジャーズとかでも、ロキっていうね、キャラが出てくるんですけど、ロキってやっぱこういうね、印象的なこの角がね、あったりするんですよね。その兜にね。で、しかもね、巨人族っていうのは、古代巨人族っていう種族もあるぐらいで、古代巨人族っていうのは、角が生えてるわけですよね。で、普通の巨人族よりでかかったりというわけなんで、もしかしたら、ね、ただの帽子じゃなくて、本当に角が生えてるかもしれないですしね。でね、でもこれ、角が生えてる気がすんだよな。というのもね、包帯巻いてあるんですよ。この角の部分に。まあ、帽子。いや、帽子もありえんのか。例えばですけど、これね、やっぱ角だからこそ、一回折られた経験があるとかね。だからこう、包帯で巻いて、治療してあるみたいなパターンなのか。なので、もしかすると古代巨人族の血も流れている可能性はありますしね。で、あと、なんでこれ目隠してんの？なんで包帯で目隠してんの？なんかもう怖いんですけど。まあ、多分ね、これ、鎖で繋いでおいて、さらに目もね、こう隠しておけば動けないだろうにっていうことでね、多分やられてるんだろうけど。なんかなおさらこの強者感出ますよね。で、かつね、もうルフィが目の前に来た時点でね、もう名乗れって言ってるわけで、これ多分見聞色も全然使えるわけじゃないですか、きっと。で、このロキがいつから貼り付けになってるかですよね。これも結構キーになってきそうかなと思うんですよ。悪の限りを尽くすそいつは数年前から貼り付けの刑にされてたと。これがいつかなんですよね。で、ロキっていうのは、ローラに求婚してるんですよ。で、振られてるんですよね。ローラが断ったわけですよね。あのローラがね。ああ、でも確かになんかこんだけやべえやつだったら、なんか断りそうな気もするけど。あとまあね、もちろんマムのね、政略結婚で決められたくなかった。自由な恋愛がしたかったっていうのがもちろん主だとは思うんですけど。で、あとこの伝説の悪魔の実を食べたのがいつかっていうところも気になりますよね。すごい、だからロキに関する時系列がちょっとわかんない部分が結構あるんですよ。悪魔の実を食べて貼り付けにされたのか、はたまた何かをして貼り付けになったのか、いろいろ終わった後、王を殺して悪魔の実を食べたのか、その順番が結構気になりますよね。で、あとローラにいつ振られたのかですよね。で、ローラを振られてからもう旅に出てるわけなんで、多分結構前だと思うんですよね。ってなると、まあ、ここ数年、まあ、10年以内とかなのかな。なんとなくの印象でですね。ローラがま、言うてもね、20代ですから。10年以内。5年から10年の間ぐらいなのかな。そのぐらいから貼り付けにされてんのかな、みたいな印象ですかね。で、あと、ジンベイが知ってるっぽいんですよね。もしやそいつの名はと。ジンベイもこの名前を把握しているっていうのがまた気になるわけですよ。ってなると、海外でも暴れてたのとか。ロキ海外に解き放ってたら、だってもう終わりじゃん。ね、この感じ。世界はぶっ壊れると言ってるわけですから、これ海外に出ててよくなんでここ戻ってこれてよく貼り付けにできたな、みたいなとこも気になるし、まだまだ気になる部分いっぱいありますよね。で、ジンベイがなんで知ってるかってところが、まあ、多分だけど、やっぱビッグマム関連ですよね。一応ジンベイもビッグマムの傘下ですから、まあ、その間にね、ビッグマム経由でロキの名前を貼ってても確かにおかしくないですよね。そう、確か昨日ね、なんでだろうと思ったんだけど、ジンベイは確かにビッグマムの傘下でしたからね。太陽の海賊団がね。なので、時系列的にはまあ太陽の海賊団が傘下に入っていて、ロキとね、ローラの一件を、まあ、ビッグマム警部でこう聞いて、一応傘下である太陽の海賊団もまあ把握しておけよ、みたいな情報が入ったのかもしれないですね。で、その時にロキっていうのはやべえやつだと、いう情報があったかもしれないし。で、このロキがあとこの太陽の神を名乗ってんのもまた気になりますよね。俺は世界を終わらせる太陽の神ロキと言ってるわけで。だって全然違うじゃん。だって最もふざけて、最も自由な能力が要は太陽の神ニカなわけじゃないですか。で、その伝承がエルバフにあるはずなんですよ。ドリーブロギも知ってるぐらいで。だからその太陽の神を知ってるのに、それとは真逆な世界を終わらせるみたいな言い方をしてるんですよね。
で、何もかもぶっ壊しそうな感じじゃないですか、このロキって。だからここがね、イメージする太陽の神とまた全然違うんですよね。だからもしこれが、本当にロキが言う太陽の神が、このニカと、このマッチするのであれば、確かにニカっていうのは、現支配体制の世界政府が管理してるこの世界を壊す可能性ありますもんね。確かにニカの力がね、やっぱ世界政府のこのやっぱイムのこの情勢を結果崩して世界を夜明けに導く方向にね、持ってってくれそうな力ですもんね。やっぱ太陽の神ニカっていうのはね。うん。だからそういった意味を込めて、俺は今のこの世界を終わらせる太陽の神ロキだっていうのであれば、実はこれめっちゃくちゃやばいやつじゃなくて、ちゃんとニカの思想も受け継いだ上で、それを行動に起こして、こうね、今回ルフィに言ってる可能性もありますもんね。だからまだちょっとね、なんかどういうやつなのかわかんないですよね。まあ、現状本当に敵っぽいですけど、めちゃくちゃ。実はルフィと意気投合して、みたいな。ルフィがね、この目の前でニカになったりしたら、すっげえルフィに慕ってくる可能性もありますしね。で、今のがもちろん希望的なね、観測ですけど、全然真逆でね、俺が本物のニカだ、お前その身よこせみたいな感じで、全然もうゴリゴリルフィと戦う可能性もありますけど。で、これルフィがだからこれどうするかよね。いや、これワンチャンこれ鎖解くんじゃねこれ。ねえ、ルフィがこのロキを解放するみたいになっちゃったら、とんでもないことになりますからね。いや、けどでもこれ今ね、ルフィが単独行動が一番怖いじゃないですか。全然ルフィやりかねないしね。なんだお前困ってんのか、助けてやる、いいぞみたいなね。なんか最初のゾロじゃないですけど、最初のね、ゾロがね、やばいやつって言われてて、で、貼り付けになってたじゃないですか。でも結果話聞いてったらいいやつで、で、仲間に引き込んだわけですよね、ルフィっていうのは。だから実は、本当に第一巻のシェルズタウンと似たような状況であるんですよね。今実は。いや、だからこのロキがあとどういうキャラなのか次第によっては、今後がマジでもう真逆にストーリー展開されるじゃないですか。そこ楽しみですよね。で、ロキがね、まあ、そういった感じでニカっぽく動くのかどうかっていうのがもちろんあれなんですけど、だからこの、かつて戦争に明け暮れた世界最強の王国を世界に広めるみたいな感じの動きだとやっぱやばいですよね。まあ、エルバフってのはね、戦士の王国ってわけですから、で、戦争に明け暮れたってわけなんで、この世界中を戦争に巻き込んでやろうみたいな。なんかもうマジでカイドウっぽいですけどね。もう見た目もね、ちょっとカイドウ味あるし、そういう感じの動きだったらめちゃくちゃやばい。なんならルフィが今飛べないとやばい。なのでちょっと今後のロキ楽しみですね。どういうキャラなのか、次週以降何を話すのかですね。ちょっとここ楽しみですね。で、ラストなんですけど、ちょっとね、僕思ったのが、これエルバフもめちゃめちゃ背が高いですよね。いや、そうなんだよね。やっぱ関係してんのかな？ベガバンクの放送で、この世界っていうのは古代兵器を使うことによって海に沈むと、そう言われてたわけですよね。で、この世界の中には何箇所かね、海に沈まない場所があるわけじゃないですか。もうマリージュアもそうだしね、レッドラインの上にあるから。で、あとはズニーシャもそうじゃないですか。なのでね、その空白の100年にすごい関連してそうな場所が、まあ、すごい高い位置にあるよと。で、今回のエルバーもめちゃめちゃ高い位置にある。でかすぎでしょ。高すぎ。え、これズニーシャくらいあるよね。てかむしろ一番でかくない？ズニーシャよりでかいよね。途中雲もあるしね、雲よりも突き抜けてますから、ワンチャンこれ空島以上の高さあんのかな？空島がね、一応10キロぐらいですからね、高さ。10万メートルですから。ああ、だから高い位置にあんだよな。世界が沈んでも大丈夫な位置にあるんですよね。でね、もちろんちょっとね、前傾、どのぐらいの高さがっていうのはね、まだもちろん確定ではわかんないんですけど、なんかワンチャンレッドラインぐらい全然ありそうですけどね、この高さ。って思うと、なんでこんなにでかいんだとかね。実はね、この空白の100年にすごい絡んでくる可能性もあるじゃないですか。てか多分絡むしね、エルバフ。もうなんとなく面白い。確定情報何も出てないけど、絶対絡むじゃん。こんだけ重要そうな国。ニカのね、伝承があったりとか、こんだけでかいっていう要素が、すごい重要になってくる、この最終章で。一番過去一でかいですもんね、多分国としてはね。まあもちろん巨人たちが住むって時点でもうでかいんですけど、その巨人のね、その生い立ちとかも、空白の100年間違いなく絡んできそうですから、この国がね、この生まれた背景とかもね、やっぱ気になりますよね。だからこの木自体がユグドラシルって言われてるのかどうかってとこもポイントですよね。一応ロードのね、建物の中にユグドラシルっていうね、言われた木はあったんですけど、もうそれよりはるかにでかいですから、この木の方が。で、なんならこの剣なんなん？マジで。この剣何？さ、ワノ国にも剣刺さってたわけじゃないですか。で、ワノ国のドクロドーンもめちゃめちゃでかい巨人族の骨なのかなみたいな。古代巨人族の骨なのかなみたいなね。想像がやっぱ当時あったじゃないですか。なんならそんなもう比になんないぐらいでかいですから、この剣。レッドラインぐらいあるんじゃないこの剣下手したら。いやー、ちょっとこれまだまだ気になるとこありますよね。なのでこのエルバフの背景。まあもちろん次回とかね、すぐ明らかにもちろんなんないと思うんですけど、ほんと最後の最後とかでやっぱこのエルバフのデカさっていうところが、海に沈む古代兵器、空白の100年とかね、そのあたりにもやっぱ絡んでおきそうですよね。
はい、今日はそんな感じでございました。ちょっとまだまだ気になるところいっぱいありますね。来週再来週ね、ちょっとワンピース最新話はね、救済なのでちょっと寂しいですけど。ただね、コミックス110巻、そしてビブルカードありますから。あと我々もね、救済の間動画もあげますんで、ぜひ一緒に楽しんでいければ嬉しいです。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。ぜひ今日もコメント残していってください。高評価もよろしく。いつもありがとう。はい、次も見てください。明日の楽しみはまたね。最新話おもろすぎー。前向いて 1,2,3 こうあって 1,2,3 全力でまっすぐに自由求め思いのまま 1,2,3 進んで